俺っち翔太、みんな仲良くしてほしいですにゃん。これいいかな。はい、っていう感じで今日もグラクロやっていくんですけども、はずいですね、この挨拶ですにゃんってやってきます。で、今日は KOF ブリタニアのエクストリームやっていきます。まあ、エクストリームの7つの滞在チームのなんだっけ、そうそう、エスカノール、メリオダス、マーリン構成でやっていきます。いやー、はずいコルギウスと、まあ恥ずかしいんですけど、まあ、ぜひやってほしいというコメントをいただいたのでやってみました。どうかな、キモいかないや恥ずかしいな。まあまあまあ、これもカットしないでそのまま動画上げるんですけども、まあやっていきますと。で、まあ、とりあえずですね、エクストリームなんですけど、まあ、このキャラというか、キャラ自体はもう育ってるんで、多分エクストリームでもいけるんじゃないかなっていう感じですね。で、これが4回戦だよな。うん。まあ、余裕でしょうと。で、まあ、冒頭の挨拶も募集っていうかコメントをいただいてたんでやってみたんですけど、またなんかなんかあればまたリクエストお願いしますと、やれればやりますなんか変なやつはやんないよ。なんかね、下ネタ系とかはやらないです普通になんかいい挨拶とか、あ、これだったらできそうだなっていう挨拶があればやっていこうかなと思います。はい、なのでどしどしコメントいただければなと思います。なんかその中で、あ、これだったらやりやすいなとか、あ、これなんか面白いししっくりくるなと思ったら続けるかも知れません。ちょっと今はちょっとね、いろいろ試してみて、なんかしっくりこえばいいかなと思ってます。っていう感じで、まあ1戦目クリアと、はい、なってますね。なんかあれだよね、なんだろう。やっぱり、日本語で挨拶するのもいいし、なんか海外のなんかイタリア語とかわかんないけど、イタリア語とか全くやってないからわかんないけど、なんだろう、フランスとかわかんないけど、フランス語とかあったらいいのかな、どうだろう。フランス語ね、ボンジュールしかわかんないからな。イタリア語ってなんだろう、イタリア語ボーノしかわかんないんだけど、美味しい。スペイン語わかるよ。ほら、ほら、ほらでしょ？あとなんかあるかな？あとなんかある？中国語ってなんだろう？ニーハオか。ニーハオ。韓国語はちょっとわかんない。カムサムニダーしかわかんないな。なんだよ。ありがとうだっけ？あ、こんにちはか。カムサム、ん？なんだっけ？ちょっとわかんないな。あと、なんかあるかな？ハロー。ヘロー。英語。なんかいろいろあるね、多分ね。うん。海外の言葉で挨拶するのもいいね。なんか僕の YouTuber 結構海外の方見てくれてるんで、海外の挨拶もいいなぁと思うんですけど、まあ、喋れないんでね、全然日本語しかわかんないから。
英語でもいいんだけど、英語もね別に下手くそだしね、下手くそっていうか喋れないんだけどね。うん、まあなんかいい挨拶があればいいな。フランス、ドイツってなんていうの、ドイツ語わかんないな、ドイツ語取ってなかったからわからんな。あー、なんかあんのかな他にも。まあ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 、なんかやってこうかな、海外の、海外、あー、なんか海外縛りでもいいな、どっかの5国ので、なんかどこかの言葉で、なんていうの、なしゃべってみるみたいな、実況してみるみたいな。いや無理だな絶対無理だ、絶対日本語入る。はい、っていう感じで終わりましたね。うん、でこれがあれか、準々決勝ぐらいかな、わかんないけど。なんかねあればいいんだけどね、なんか普通にこんにちはっていうのもいいんだけど、なんか大きにみたいな、毎度大きにみたいな、毎度大きに翔太ですみたいな。でも俺関西の人じゃないからわかんない、関西の人じゃないからな。でも関西の人が見たらちょっと怒られちゃうやつだ。イントネーションちげえよって言われちゃうから多分怒られちゃう。まあそんな感じでちょっとなんか挨拶もやっていきます、いろいろ。あとなんかあるかな、ああそうだ、そろそろ必殺技と必殺技合技の動画も出していきたいと思います。そろそろ新しい KOF のキャラも出てきたんで、まあそれメインで、まあ、必殺技とか合技の、あとなんだろうな、必殺技合技もそうだし、まあ、KOF キャラで出して、であとは僕が好きなキャラで、キャラ選出でちょっと動画出そうかなとも思いますと。うん、あで昨日、そう昨日ねちょっと寝ちゃいまして、あ個人的な話なんですけど、昨日寝ちゃいまして夜、なんだろう、ライブ配信、フォートナイトとかのライブ配信ができなくて、ちょっと申し訳ないなと思って、昨日ね、なんだろう、何時ぐらいだ、8時、7時、8時ぐらいにはもう落ちてた。いやー、なんか最近落ちちゃうんですよね。最近結構落ちちゃうんですよ、夜。早い時間でもうご飯食べてすぐ落ちちゃうんですよ。なんだろう、やっぱりあれかな、寒くなってきたからこう眠たくなるのが早いのかな、わかんないけど、日も落ちるの早いし、やっぱりそういうところで眠たくなるのかな。まあ、寒くなってきたって言っても、まあまだその過ごしやすいというか、過ごしやすい寒さというか、なんでそこはいいですよね。まあそんな感じでちょっとね、まあ雑談というか、まあなんか雑談しながらやるのもいいかなと思ってやってるんですけども、まあ特にそのまあここで解説することもちょっとないっていうか、はい、個人的にはないので、まあ、ちょっと雑談チックな感じでやっていこうかなと思ってますと。で、そうそう、そろそろね、そろそろっていうか、さっきもなんかちょっと
声のトーンがね下がってきたんで、ちょっと今無理くり上げました。あ、そう、僕ね、あの、なんかなんだろうな、ある程度話したらトーン下がっちゃうんですよね。いや、そこがちょっとね欠点だと思って今無理くり上げたんですけど、また下がってくるというか、うん、こう下がっちゃうんですよね、トーンがどうしてもね。まあそこら辺もね、なんかこう意識しつつやっていこうかなと思います。で、あとなんか、あ、そうそう、あとツイッターもやってて、まあ、概要欄に貼ってるんですけど、ツイッターのリンクは、ツイッターのフォローもフォロワーも1600人かな、今1600人ぐらいになって、まあ、だいぶ増えてきたんで、もし、あの、このなんだろう、YouTube 見てツイッターをフォローしてくれたっていう方、もしくはツイッターから YouTube 見たよっていう方も本当ありがとうございます。はい、まあ、特にそのツイッターも別にそんな更新してるわけではないんですけど、うん、まあ、別につまんないことをずっとじゃないけどたまに更新してるぐらいで、でそれでもフォローしてくれてる方ありがとうございます。あの、フォートナイトをやり始めてからかな、ツイッターもなんか100人ぐらいフォロワー増えて、やっぱフォートナイトってあれ人気、本当に人気なんだなと思いながら、まあ、その、うん、あ、フォロワー増えるんだなと思いながら、すごいなと思って見てます。はい、っていう感じで、あ、ミーティングか、これ決勝か、なんか話に集中してたらなんかいつの間にか終わってたっていうところですね。はい、あー、これ準決勝だ、そっかそっか、準決勝だ、まだ、まあ、っていう感じで、まあ、適当にやっていくんですけど、そうですね、まあ、なんかあるかな、まあ、その YouTube で、まあ、グラクロ見てもらってる方々も本当にありがとうございますですし、まあ、僕は今上げてる動画はフォートナイトとフォールガイズと、あと、なんだっけな、クラロワか、まあ、クラロワも全然再生数伸びないんですけど。いや、クラロワはね、もうほんとね、上げてもあんまり再生数伸びないんで、まあ、上げる頻度はもう下げました、正直。下げたし、まあ、そのクラロワの前シーズンのシーズンが短いっていうのもあったし、あとフォートナイトとかフォールガイズも始めたっていうのもあるんですけど、クラロワやる時間がもうなくて、まあ、ほとんど、まあ、1日ちょびっと1回やれればいいかなぐらいの、感じでやってたんで、まあ、動画にするほどでもないなって思ってたんで、まあ、そこの頻度も下げました。まあ、その分、まあ、フォートナイトほぼかな、毎日上げるようにしたりとか、ライブ配信で上げるようにしたりとか、まあ、あとフォールガイズはまあ結構サボり気味フォールガイズはサボり気味で、グラクロがメインなんで、今はっていうか、まあ、うん、これからもそうだと思うんですけど、まあ、グラクロメインで、まあ、上げてはいるんですけど、まあ、そっちがメインでやってますと。グラクロはもう毎日やってるんで、うん、結構でもないか、まあ、一時期よりはやる時間は減ってはいますけど、まあ、それでも結構やってるんで、うん、っていう感じで、まあ、決勝戦ですね。そう、グラクロは結構やってるね。結構やってるから、もうストーリーも速攻で終わっちゃうというか、最近は
一時期はねもう全然あのストーリー出ても全然あの終わらないというか終われないというか進まないというか、うん、まあなんかそういう感じだったんですけど、まあ、ある程度こう進んこれなんか壁がいくつかあるんですよねストーリーので、まあそこでかなこう ずっとじゃないですけどなんかつまずいててどうしたらいいどうしたらいいみたいな感じでやってはいたんですけど、最近あんまりつまらないじゃない、面白くないっていう意味じゃなくてこうつまんなくなるというか、その壁にぶち当たらなくなってきたっていう感じですね。まあその分あの喧嘩祭りとかやりだしてそっちでつまずいてるって感じですね一時期本当マスター上がってマスターからもうずっと抜け出せないみたいな時期もあったし、で、あ、そろそろいけそうだなと思ったら新しいキャラ出てきてそれで潰されちゃうみたいな、で僕は新しいキャラゲットできないみたいな状態だったりとか、結構そのやっぱアップデでキャラが増えてっていうのが結構あれですね、辛いところありましたね。自分はゲットできてないけど対戦相手は持っててそのキャラで潰されていくみたいな、まあまさしくフェスです。フェスもうフェスキャラにはもう何度ももう潰されてて、もうそれがきつかったですね。一時期だから喧嘩祭りもやらなくなった時期あって、もう絶対負けると思って、うん、絶対勝てねえわみたいな、まあ勝ててもね何戦かで一勝できればいいなぐらいだったんで、もうやってても意味ねえなと思って一時期離れたんですけど、またちょっと復活しましたとっていう感じで、はい、 KOF のブリタニアエクストリームの7つの滞在チームでクリアとなりましたと、はい、まあ、という感じでね、あの今日はちょっと雑談チックというかあまりこう実況するっていうよりは雑談チックでやってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。